バロー。バロー、正式名称、ウトキアグビク、ケオビッチは、アメリカ合衆国アラスカ州最北部にある都市。北極海に面する北緯71度23分に、位置し、アメリカ合衆国最北端の都市である。また 15km ほど離れたところには、アメリカ合衆国の最北端、バロー岬がある。人口は4373人、2013年。 推計。住民の大部分が先住民族のイヌイヌト、イヌピアトであり、アラスカ州最大のイヌイヌット集落としても知られている。古くは北極海捕鯨の基地や毛皮の公易地として栄え、現在は夏の白夜や冬のオーロラ、先住民文化を体験できる観光地となっている。2016年12月1日、バロー氏は公式名称をイヌピアトの言語で、 野生の根、根菜を集める場所を意味する、ウトキアグビク、ケオビッチに改めたが、香港では、都市名を、バローで統一している。バローは、認知している。アメリカが州国統計局によると、市の総面積は56キロ平方メートル、21ミ、である。このうち48キロ平方メートル、18ミ、が、陸地で8キロ平方メートル、3ミ、が水域である。 総面積の14%が水域になっている。アラスカ最北部、バローを含む東西 400km、南北 150km の領域には、楕円形の湖が無数に分布する。いずれも南の山脈から下ってきた、過去の氷河が形成した地形である。湖の規模は、長軸の長さが 1km から 10km 程度と変化に富むが、いずれも、 長軸の方向が北北西から南南東方向に揃っている。バロー市から北東には砂シが伸びており、15km 先の最北端、バロー岬が西の地区近海と東のビューフォート海を分ける地点となっている。バローから南東方向へは 500km にわたる砂浜海岸が伸び、海流の影響によりそのうち 200km では連続したサ州が形成されている。 東のビューフォート海に面する海岸は地形が複雑であり、海流が及ばないため、サスはもちろん砂浜海岸も目立たない。バローの市街地から北東約1 5トルに位置するバロー岬はに位置するアメリカ合衆国際北端の岬である。北極海に突き出るこの岬の周囲の海水は1年の内夏の2から3ヶ月を除き、ほとんど氷に閉ざされている。 バローミサキには北極探検の基地がよく置かれた。また、行方不明になってしまった探検家たちを探す捜索隊もバローミサキに捜索基地を置くことが多かった。1965年から1972年にかけてはバローミサキでナイキケイジャン、ナイキアパッチという科学観測用ロケットが打ち上げられた。また、バローミサキには 世界環境監視局グローバルアトモスフィアウォッチが観測拠点を置いている。バローの市街地は南を空港、北西を海、東をツンドラに挟まれた狭い地域にあり、イザットコークラグーン、イサートコックラグーンを挟んで市街地が南北に二分されている。ラグーンは全長5キロメートルほどの短い川の河口をせき止めてできたもので、その北側は 新興住宅地のブロワービル、ブラウアービル地区、南側が競技のバロー地区である。両地区とも東西2トル、南北1トルほどの範囲で5番の目上の道路を持つ。店やホテルのほとんどは南側に位置し、市街地南端は空港のターミナル、さらに南には東西に伸びる滑走路がある。滑走路の南側には原野が広がり、小さな廃棄物処理場がある。 北極圏内に位置するバローは一年を通して寒く、最も暖かい7月8月でも、平均気温が摂氏3から4度ほどにしかならない。冬の寒さは極めて厳しく、氷点下30度近くまで下がる。平均気温が摂氏0度を上回るのは6から8月の3ヶ月だけで、あとは氷点下である。また寒いため空気中の水分は、 ほとんどなく、一年を通して、降水量が少ない。欠点の気候区分では、ET、ツンドラ気候に属する。また、北極圏内に位置することから、毎年5月10日から8月2日の85日間は、太陽が沈まず、白夜となる。反対に冬は、11月18日から1月24日までの68日間にわたって、太陽の昇らない日が続く。 旧氏名のバローはバロー・ミサキ、ポイント・バローから名付けられた。バロー・ミサキの名は1825年にミサキを発見したイギリスの探検家フーー、フレデリック・ウィリアム・ビーチ、フレデリック・ウィリアム・ビーチを資金面で支えた同国の政治家、ジョン・バロー、ジョン・バローにちなむ。バローと名付けられる前、この地は先住民の言葉でユク・ピアグ・ビック、ユク・ピー・ギー・ビッチ、 白袋狩りの地を意味すると呼ばれていた。西暦500年頃には、この地にはすでに人が住みついており、クジラやアザラシ、トナカイなどを狩りながら生活していたとみられ、近隣には800年頃の住居跡も残っている。1825年にフレデリック・ウィリアム・ビーチーがバロー岬を発見。その頃は、イギリス海軍が北アメリカの北極海沿岸を測量していたが、 1864年にアラスカがアメリカ領となることが確定。1881年にはアメリカ合衆国陸軍がバローに気象観測及び自極調査の拠点を設けた。1888年には長老派が教会を建立。1893年には捕鯨基地や毛皮取引所が置かれ、1901年には郵便局が設置された。 1935年8月15日、当時アメリカ合衆国を代表するコメディアンであったウィル・ロジャースが登場。世界一周飛行などの業績で知られたパイロットのウィリー・ポストが操縦していた飛行機が川墜落する事故が起き、両名の命が奪われた。その墜落現場は現在記念碑が立ち、アメリカ合衆国国家歴史登録罪の指定を受け、またバローの空港の名前も、 現在、ウィリーポストイコールウィル・ロジース記念空港、ワイリーポスト、ウィル・ロジャースメモリアル、エアポートと名付けられている。1972年、バローを中心とするノーススロープ軍が創設された。財政に余裕ができた分を生かして、軍はバローに道路を建設し、衛星、水道、電力などの公共サービスや保健、教育サービスを満たさせるなど、 インフラストラクチャー整備に力を入れた。1986年には、軍は地域初の高等教育機関となる、ノーススロープ高等教育センター、ノーススロープハイヤーエジェクションセンターを開校した。2003年には、同センターは2年生大学として認可を受け、名称もイリサグビック大学、イリセイグビッチカレッジと改められた。同大学は、エスキモーの伝統文化に基づいた教育を、 行っている。バローは市街へ通ずる道路も鉄道もない、いわゆる陸の孤島である。バローと他地域を結ぶ唯一の交通手段は、ウィリーポストイコールウィル・ロジャース記念空港、ワイリーポスト、ウィル・ロジャースメモリアルエアポートに発着する航空機である。アラスカ州内をカバーするアラスカ航空が就航しており、フェアバンクスやプルドウェイを経由して、州の中心都市アンカレッジとを結ぶ。 瓶 1>, 1日2便ある。上下水道や電気は整備されており、市民はバローの南12マイル地点で産出される、天然ガスによって暖かい生活を送っている。ただし、生活物資のすべてを空輸に頼っているため、バローの物価は極めて高い。また、供給量が天候に左右され、安く不安定である。一方で、 イヌイットの伝統的な自給自足の生活も根強く残っている。バローに住むエスキモーの人々は、日常的にイヌピアット号を持ち、アザラシの川で作られたウミアックという資料船を操っている。そのため、街中を歩くと、クジラやトナカイの骨が並んでいたり、北極グマの毛皮が干されている。以下は2004年の人口統計データである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。